ちは、メルプチスタッフのリコです。メルプチってこうやって始まる動画初めてだと思うんですけど、なんと今回はさくらちゃんとみなみちゃんにとある検証を仕掛けていきたいと思います。はい、ということでね、今回はさくらちゃんとみなみちゃんといえば TikTok でね、その TikTok の昔の音源、前流行った音源とかを流してもさくらちゃんとみなみちゃんは踊れちゃうんじゃないかと思いまして、今回は昔の音楽とかをランダムで流していってさくらちゃんみなみちゃんは踊れるのかっていう検証をやっていきたいと思います。はい、ということでね、早速検証をやっていきたいと思います。レッツラーゴー。みなみちゃん、失礼します。はい、よいしょー。次なんだっけ。回ってるし、今日まだ何するか聞いてない。今から TikTok の音楽流すから、それ全部踊れるのかなっていう。いけるでしょ。いけるでしょ。絶対いける気がする。何個かいけなくても絶対ほとんどいける。うん、ほとんどいける。え、なんかもう自信が湧いてきちゃった。待って、楽しそう。それ何、え、今からやるんですか。今からやる。やっと今から音楽流すから、それ流れてる瞬間にやるみたいな。え、もう TikTok 大好きですから。大好きですから。もう暇があれば。そう、え、できると思います。頑張ります。頑張ろう。振りとかないやつは別にいいですよね。うん、はい。いや、ちょっと不安だな。あ、知ってる知ってる。いけますね。うん、なんとかできてるよ。え、知ってる。じゃあこれ2人やって、2人でやると思うね。全部いけるんじゃないの。え、もうピッピやってるもいけるんじゃない。全然いけると思う。わーい、これも踊った。踊ったもんね。何、ここでね、踊ったね。ここでね、これあ、間違った。スカイピースさんが作った音源だからね。
振り作ったっていう。これだね。もうこれはわかる。わかるわかる、大丈夫。これはね、めっちゃ流行った。いける。今日好きだ。うん。あ、あ。うん。おー。いける。できました。でも振りがあるのはほとんどできたんじゃないかなということで、うんうん、歌も覚えてたよね。歌も覚えてたよ。歌のまま覚えてたよ。いや楽しかったですね。楽しかったですね。ちょっとね途中危なかったですけど、ね、まあできたっていうことにしよう。できたっていうことにしよう。そうそうそう、できた。おめでとうございます。おめでとうございます。え、絶対みんなも知ってる曲1曲ありましたよね。ありました。絶対1曲以上あったね。1曲以上ありましたね、うん、これからも TikTok 楽しんでいきましょう。今日も最後まで見てくれてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。人間さんピポピ、あいかいし恋に恋する奴らもそうさ。人間さん